ねえマリサ、オートマ車で燃費が良くなる下り坂の走り方があるって知ってる？下り坂で燃費が良くなる走り方があるのか。お、マリサにも知らないことがあるのね。正解は、ニュートラルに入れて走ることです。そんなことだろうと思ったぜ。でも霊夢、その走り方はオートマ車で絶対にやってはいけないことの代表例だぜ。え、ネットを見たら実際にやっている人もいるから、燃費向上対策の一つだと思ってたわ。そうすると、下り坂ではフットブレーキしか使わないのか。そうね。ニュートラルに入れっぱなしだから、フットブレーキのみになるわね。おいおい。それもオートマ車で絶対にやってはいけないことの代表例だぜ。この調子じゃオートマ車で絶対にやってはいけないことをいくつもやってそうだな。嘘？オートマ車で絶対にやってはいけないことがいくつもあるの。そんなこと意識したことがなかったわ。なんだか心配になってきたから、詳しく教えてもらえる。ああ。もしかしたら無意識のうちにやってはいけないことをやっているかもしれないから、今一度運転の仕方を確認した方がいいと思うぜ。もしかすると視聴者さんの中にも心当たるのある人がいるかもしれないからな。それじゃあ今回はオートマ車で絶対にやってはいけない10のことやその理由を解説していくぜ。めちゃくちゃ気になるから、集中して聞くわ。マリサ先生、よろしくお願いします。まずは、霊夢が冒頭で言っていた、オートマ車で燃費を良くする方法について簡単に解説させてくれ。やっぱりオートマ車で燃費を良くする方法があるのね。一体どんな方法なの？アイドリングストップだ。最近はアイドリングストップ機能が標準装備されている車も多いから効果的なのね。うむ。あるデータによると、毎日1時間程度のアイドリングストップをすると、1年間でおよそ3万円前後のガソリン代節約になるっていう結果が出ているくらいだからな。1ヶ月間だと約2500円、レギュラーガソリンが1リットル150円だとすると約16リットルも節約になるのね。しかもこれってエンジンを停止させればいいだけだから、アイドリングストップ機能がついていない車でもできるわ。そうだな。でも大切なのはエンジンを停止させるタイミングを見極めることなんだ。え、どういうこと？エンジンを停止させるということは、エンジンを再び始動させる必要があるだろ。そうするとその度にセルモーターやバッテリーに負担がかかり、劣化速度が速くなってしまうからな。でもバッテリーが劣化するって言っても、実際はそうでもないんでしょ。いや、あるカー用品店の調査によると、アイドリングストップ非装着車のバッテリー交換サイクルは3、4年に1度程度なんだけど、アイドリングストップ車のほとんどは18から24ヶ月と、約半分の寿命になることがわかったんだ。そんなに違いが出るのね。これじゃあセルモーターにかかる負担も、かなり大きくなるわね。ああ。さらにエンジンを始動するたびにガソリンも消費するわけだから、アイドリングストップ時間が短いと、逆に燃料をたくさん使う可能性もあるんだぜ。それじゃあ、どんな時にアイドリングストップすればいいの？例えば、3分間以上エンジンを停止させるときは効果があると言われているな。信号で止まっても3分待たされることはあまりないから、アイドリングストップって意味があるのかわからなくなってきたわ。消耗品の交換頻度も早くなって逆に高くつきそうだし。そう考える人がいるのも事実だな。だからアイドリングストップ機能付きの車に乗っていても、機能をオフにしている人もいるし、使いたい時だけ使う人も増えているみたいだぜ。さらに最近の傾向としてはアイドリングストップ機能を搭載する車も減っているみたいだな。どうしてそういう流れになってるの？ざっくり言うと新しい燃費基準である WLTC モードが導入されたことで、アイドリングストップを利用して燃費の数値を伸ばす必要がなくなったことや、パワートレインの進歩によって、アイドリングストップ時と同等の燃費性能を確保できるようになったからなんだ。そうだったのね。結論として、アイドリングストップを使って燃費が良くなる場合もあれば、変わらない、あるいは悪くなる場合もあるし、消耗品の交換サイクルが早くなるから出費が多くなる可能性もあるということね。ああ、そういうことになるな。それじゃあここからは、オートマ車でやってはいけないことを挙げていくんだけど、その理由を理解するためにオートマの仕組みを知っておいた方がいいから、簡単に解説するぜ。そうね。改めてオートマ車の仕組みも知りたいから助かるわ。オートマ機構はトルクコンバーター、プラネタリーギア、アウトプットシャフトの3つのパーツから構成されているんだ。この中で特に重要なのが変速を行うプラネタリーギアだな。それぞれの役割も簡単に教えてもらえる。ああ。オートマ車にはマニュアル車のようなクラッチペダルがない代わりに、トルクコンバーターという、エンジンからの動力をミッションへ伝達する部品が使われているんだ。オートマの要とも言えるプラネタリーギアっていうのは、プラネタリーギアは3種類の歯車を組み合わせた変速機のことなんだ。中心に3ギアと呼ばれる歯車があり、その周囲にはリングギアがあるんだ。そしてこの2つのギアに噛み合うようにピニオンギアが配置されているんだぜ。聞いただけだとチンプンカンプンで、さっぱりわからないわ。そうかもしれないな。だからこの3つの歯車回転軸を回転させたり固定させたりすることで、変速ができるっていうことだけ覚えておいてくれ。そうね。シンプルな方がイメージしやすいからね。そして、プラネタリーギアに動力を伝える油圧クラッチが切れたり入ったりすることで、車が前後に動くんだ。例えば停車時に、ニュートラルから、ドライブに入れると、駆動力が繋がって前に進むっていうわけだ。
逆に、ニュートラルから、リバースに入れるとギアが反対に回って後ろに進むっていうことね。ああ、そんな感じだ。オートマ機構の最後のパーツであるアウトプットシャフトは出力軸のことで、エンジンやトランスミッションから動力を取り出すシャフトのことなんだ。オートマの仕組みがいかに複雑で難しいかっていうことだけは理解したわ。難しい話を聞いていると頭が痛くなってくるから、そろそろ話題を変えてもらえると助かるんだけどな。そうだな。それじゃあ霊夢のリクエストにお答えして、ここからはオートマ車でやってはいけない銃のことを解説していくぜ。冒頭でマリサが言っていた、下り坂での運転方法が気になるわ。まず一つ目のやってはいけないことは、急加速や急発進だ。これって事故る可能性がある、危ない運転だからやってはいけないってこと。確かに危ないよな。でもここで言いたいのはそういうことではないんだ。具体的に言うと、パーキングや、リバースから、ドライブにギアを切り替えると同時に、あるいは切り替えている途中での急加速や急発進は厳禁ということだ。そういうことか。急いでいるときはついつい、ドライブに入れた瞬間、アクセルを思いっきり踏んでしまうことがあるけど、あれはやってはいけないことだったのね。ああ。トランスミッションのクラッチやバンドにダメージを与えて、消耗を早めてしまう可能性があるからな。オートマ車の特性上避けた方がいいってことね。うむ。さっきオートマ車の仕組みのところで、プラネタリーギアに動力を伝える油圧クラッチが切れたり入ったりすることで、車が前後に動くと言っただろ。つまりこれは動力を伝える状態になるまでに、若干の時間が必要になるってことなんだ。そう言われると納得だわ。ドライブにギアを入れた瞬間にアクセルを踏んでもすぐに発進せずに、ワンテンポ遅れて発進するからね。ああ。その場合、発進時にドカンと衝撃を受けなかったか。あ、衝撃があったかもしれないわ。もしかしてその衝撃はクラッチに負荷をかけたことによるものなの？正解だ。これは車側からしてみると想定外の操作になるし、通常の動きとは違う状態でクラッチが繋がることになるから、部品へのダメージや消耗が激しくなるんだぜ。そうだったのね。急いでいても急加速や急発進しないように気をつけるわ。でもどうやってギアが切り替わったってわかるの？一番わかりやすいのは、エンジンの回転数に注目することだ。ニュートラルから、ドライブに入れると、負荷がかかって回転数が落ちるからな。あるいは若干の振動を感じたら準備完了っていう合図だと思ってくれ。若干の振動って言われても、車によっては振動が伝わってこないかもしれないから、エンジンの回転数で見極めるのが良さそうね。ああ。でもギアが切り替わるのに何秒もかかるわけじゃないから、ドライブに切り替えた後、一呼吸置いてからアクセルを踏めば全く問題ないぜ。はい。焦らずゆっくりを心がけます。二つ目のやってはいけないことは、トランスミッションを濡らしてはいけない、だ。え。雨の中を走っていたら簡単に濡れちゃうじゃない。ああ、濡れると言ったら勘違いするかもしれないから、浸からせちゃいけないと言った方がいいかもな。そうよね。雨の日に水たまりの中を走って豪快に濡らしたことがあるから、やばいって思っちゃったわ。雨の日に走ったくらいじゃ何も起こらないぜ。でも気をつけてほしいのは、道路が冠水している時だ。特に車の下側まで冠水している時は要注意だぜ。道路が冠水している時に車に乗ろうとは思わないけど、冠水している道路を通らないといけないことがあるかもしれないから、やってはいけない理由を知っておきたいわ。一つは錆びる原因になるから、もう一つは、入り込んだ水がクラッチの摩耗剤などに吸収されて、クラッチプレートと他のパーツをくっつけている接着剤を溶かしてしまうからなんだ。接着剤が溶けるとどうなるの？溶けた接着剤は白いネバネバした液体になって、他のパーツに絡みつくんだ。しかも厄介なことに、その液体は洗浄しても取り除くことができないから、トランスミッションが正常に動かなくなる場合もあるんだぜ。想像しただけでも最悪な事態に向かうことがわかるわ。ちなみに洗浄してもダメならどうすればいいの？その場合はトランスミッションを交換することになるだろうな。ズバリ、その交換費用は、軽の場合だと約20万円、普通車だと50万円、外車や高級車だと100万円以上っていう情報もあるぜ。高いわ。高額な修理費用を考えるとトランスミッションは絶対に濡らしちゃいけないのね。3番目にやってはいけないことは何かな？霊夢が気になっていたことだぜ。下り坂で、ニュートラルに入れてはいけない、だ。待ってました。いろいろ聞きたいことがあるんだけど、まずは、ニュートラルに入れてはいけない理由から教えてもらえる。理由は二つあるんだ。一つ目は事故を誘発しかねない、二つ目はトランスミッションに負荷をかけてしまうからだ。事故を誘発しかねないっていうのはどういうこと？ニュートラルに入っているということは、ギアがどこにも繋がっていない状態なんだ。だからブレーキを踏めば減速するけど、アクセルを踏んでも加速することはないよな。それはわかるけど、どうしてそれが危ないの？例えばブレーキを踏みすぎてかなり減速したとする。その場合、通常なら適切な速度まですぐに加速する必要があるけど、ニュートラルに入れていたらすぐに加速できないだろ。するとどういうことが起こるかな。スピードの差が生じて追突されるかもしれないわね。そうだな。でも、ニュートラルで走っている人でも、加速が必要な場面では、ドライブに入れて加速するんじゃないの？そういう人もいるかもな。
でもそもそも、ニュートラルに入れている理由が燃費向上のためだとしたら、燃費のことを気にして、ドライブに入れる可能性は低いかもしれないぜ。しかも時間は少々かかるけど、下り坂のおかげで勝手に加速していくから、わざわざ、ドライブに入れてすぐに加速することはしないかもな。なるほど。加速するかしないかはドライバーの判断だけど、確かに、ニュートラルのまま走り続ける人はいるかもね。ああ。だから事故の可能性をできる限り排除するという意味でも、下り坂で、ニュートラルに入れてはいけないんだ。燃費のことばかり気にして事故の可能性を考えないのは確かに危ないことね。二つ目の理由は、トランスミッションに負荷をかけてしまうから、なんだけどこれはどういうことかわかるか。なんとなくわかるわ。ある意味、急加速や急発進と同じような状況を作っちゃうからじゃない。正解だ。これもイメージしやすいように、一つの状況を思い浮かべてくれ。仮にエンジンの回転数が2000回転で走っている時に、ニュートラルに入れると、回転数はどうなるかな。アイドリング時と似たような回転数になるから1000回転以下になるわね。ああ。その状態からもう一度、ドライブに入れると回転数はどうなる？元の回転数、つまり2000回転まで一気に戻るわね。あ、そうか。回転数が高い状態で、ドライブにギアが入ると、変速時に衝撃が発生して、トランスミッションに負荷がかかるってことね。よくわかったな。だからトランスミッションへの負荷をかけないという意味でも、ニュートラルに入れてはいけないんだぜ。これはオートマ車の仕組みを理解していないと気づきにくい点ね。危なくトランスミッションにダメージを与え続けるところだったから教えてもらって助かったわ。それじゃあ次の疑問だけど、下り坂で、ニュートラルに入れてもどうして燃費が良くならないの？燃料カットが作動するからなんだ。これは一定の回転数からアクセルをオフにすると、コンピューターが減速していると判断して燃料の供給を止める仕組みを指すんだぜ。そういう仕組みがあるから、下り坂で、ドライブに入れていても、燃料は使われないのね。ああ。むしろ、ニュートラルに入れていると、アイドリング回転分の燃料は消費し続けるから、逆に燃料が無駄に使われているんだぜ。燃費が良くなると思ってやっていたことが、まさかの逆の結果になっていたとは、びっくりだわ。さらに悪影響はそれだけじゃないんだ。え？違う影響もあるの。ああ。オートマがオーバーヒートする可能性があるんだ。エンジンのオーバーヒートは聞いたことがあるけど、オートマのオーバーヒートって聞いたことないな。原理はエンジンのオーバーヒートと同じようなものだ。トランスミッションの中には ATF というオイルが入っているんだけど、このオイルが加熱してオーバーヒートするんだ。どうしてそんなことになるの？ ATF の循環を担っている ATF ポンプの出力は、エンジンの回転数に応じて決まるんだ。だからエンジンがかかっている限りオイル潤滑は継続されるんだけど、あくまでアイドリングレベルでの循環なんだ。オイルは循環しているけど、量が少ないってことね。ああ。でも実際はアイドリング時以上の回転をしているから、本来ならたくさんのオイルを循環させてあげないといけない。でもそれができないからオイルが冷却されず熱を持ち続け、最悪の場合オーバーヒートしてしまうんだ。ニュートラルに入れている時間が長いほど、オーバーヒートする可能性が高くなるってことなのね。これもオートマの仕組みを知っていないとわからない点だわ。うむ。だからオートマの仕組みを考えると、下り坂で、ニュートラルに入れる意味は全くないんだ。むしろガソリンを無駄に消費し、トランスミッションに負荷をかける行為っていうことだな。でもそうとは知らずに運転している人もたくさんいそうだけど、どうなのかな。ああ。気になって少し調べてみたんだけど、ニュートラルに入れるっていう人もいたぜ。そういう人は霊夢のように、燃費が良くなると勘違いしているみたいだしな。もし視聴者さんで心当たりがある方は、今すぐ止めてほしいわね。この調子で次のポイントも解説してもらえる。もちろんだ。4番目の点は下り坂つながりで、フットブレーキのみで下り坂を走ってはいけない、だ。これは聞いたことがあるけど、フットブレーキしか使っていないわ。今まで何の問題もなかったしね。霊夢の気持ちもわかるぜ。減速と言ったらまずはフットブレーキだからな。でも下り坂でフットブレーキを多用するのは危険だから避けた方がいいぜ。それじゃあどうすればいいのよ。エンジンブレーキを使うんだ。具体的には、アクセルオフ、その次はシフトダウンだな。シフトダウンって、オートマのレバーをカチャカチャ動かすやつよね。ああ。一番わかりやすいのは、ドライブの下にある、セカンドにシフトダウンする、あるいはオーバードライブボタンを押すっていうのもあるな。オーバードライブボタンって何？シフトノブの横にあるボタンだな。簡単に言うとトップギアを使わないようにすることだ。例えば、4オートマの車に乗っていて4速で下り坂を走っている時にオーバードライブボタンを押すと、トップギアである4速は使わずに、3速で走ることになるんだ。そういえばシフトノブにボタンがついていた記憶があるわ。でも何のボタンかわかんないから押したことはないけどね。霊夢みたいにオーバードライブボタンの使い方がわからない人は一定数いるかもしれないな。ちなみに3速で走っている場合は、オーバードライブボタンを押しても変速されないから、セカンドを使うんだぜ。へぇ。そうやってエンジンブレーキを徐々にかけていくのね。使い方が分かってよかったわ。注意点としては、ドライブから、ローギアに突然入れないことだな。超強力なエンジンブレーキがかかるからでしょ。
ああ。あと、エンジンブレーキを使ってもブレーキランプは点灯しないから、急減速すると追突される危険もあるからな。そうね。基本は1速ずつシフトダウンするってことね。話は少し脱線するけど、シフトダウンあるあるといえば、コラム式オートマの操作は難しいってことだ。きっと視聴者さんの中には、共感してくれる人がいると思うぜ。コラム式オートマってハンドルの根元付近にシフトレバーがあるものだっけ？ああ。コラム式ってフロア式と違って操作するのが難しいから、シフトダウン時に、セカンドに入れようと思っているのに、ローギアに入ったり、ドライブに戻そうと思ってるのに、ニュートラルに入ったりと、一発で決まりにくいんだよな。エンジンブレーキを使ったことがないからマリサの感覚はよくわかんないけど、そういうものなのね。さっきからエンジンブレーキについて解説してくれているけど、そもそもフットブレーキを多用するとどうして危険なのか再確認したいから、その辺も解説してもらえる。任せておけ。まずフットブレーキ多用の危険性としては、フェード現象やベーパーロック現象が発生してブレーキ性能が低下する可能性があるからだ。なんだかすごく久しぶりに聞いた名前だわ。せっかくだから、それぞれどんな現象なのか教えてちょうだい。ああ。でもこの二つの現象を説明する前に、ブレーキの仕組みを知っておくと理解しやすくなるから、まずはその説明をさせてくれ。マリサ先生、よろしくお願いします。車の一般的なブレーキは油圧式ブレーキと呼ばれるものなんだ。ブレーキペダルを踏むと、ブレーキフルードという液体で満たされた配管を通って力が伝わり、ブレーキ内のピストンを押すんだ。そして摩擦材であるブレーキパッドを押し、押されたブレーキパッドによってブレーキがかかるんだ。ふむふむ。ブレーキフルードがポイントになりそうね。そうなんだ。ブレーキフルードはブレーキパッドの摩擦熱によって熱を持つんだけど、熱くなりすぎると気泡が発生するんだ。すると気泡に邪魔されてブレーキの力が十分に伝わらず、ブレーキ性能が低下するんだ。このことをベーパーロック現象って言うんだ。ベーパーロックって言っちゃいそう。一方、フットブレーキを使いすぎて、ブレーキパッドが超高温になると、摩擦材が発熱してガスが発生するんだ。そのガスがブレーキローターの間に挟まると、摩擦力が減り、ブレーキの効きが悪くなるんだ。このことをフェード現象と呼ぶんだぜ。ブレーキが効かなくなる原因が違うってことね。ああ。この二つの現象はどちらも熱によって引き起こされるものだから、熱をなるべく生じさせないようにするために、フットブレーキだけじゃなく、エンジンブレーキも使いましょうっていうことなんだぜ。すっきりしたわ。フットブレーキは楽だからついつい使い続けちゃうけど、危険性を考えると少々面倒でもエンジンブレーキも使った方がいいってことね。そうだな。五つ目のやってはいけないことは、一時停止中に、ニュートラルに入れることだ。あ、時々やってる気がする。信号待ちでブレーキをずっと踏んでると疲れるからね。でもどうしてこれはやってはいけないの？さっきも少し説明したけど、ニュートラルはギアが入っていない状態だろ。だから、ニュートラルの状態で人が車を押せば動くし、道路に傾斜があると、知らないうちに少しずつ車が動き、前後の車にぶつかってしまう危険性があるんだ。確かに、ニュートラルに入れただけだと動く可能性があるから危ないのはわかるけど、それならブレーキを踏んでいればいいんじゃないの？おいおい。それなら、ニュートラルに入れる意味がないだろ。結局ブレーキを踏むなら、ドライブのままでいいじゃないか。この他にも、非常時に急な対応が取れなくなったり、ニュートラルに入っていることを忘れてしまうこともあるよな。そうね。それは経験があるわ。アクセルを踏んでも前に進まないから、壊れたのかなってめっちゃ焦った経験があるわ。すでに経験済みなら話は早いじゃないか。ちなみにこの件についてドライバーはどう思うのか調べてみたんだ。そうすると、ニュートラルを使う理由も見えてきたぜ。足が疲れる以外にも理由があったの。ああ。例えば、ニュートラルに入れることでエンジンの振動が伝わりにくくなるから車内の快適性が上がるとか、ドライブに入れっぱなしでブレーキを踏む力が弱いと、クリープ現象で車が勝手に進むのが嫌だからという理由があったな。そんな理由もあるのね。ということは意外に、一時停止中は、ニュートラルに入れている人が多そうね。そうだな。中にはブレーキも踏まずに、ニュートラルに入れている人もいれば、ニュートラルに入れてサイドブレーキを使っている人もいたぜ。みんないろんなことを考えて、ニュートラルを使っているのね。でもマリサが言うには一時停止中に、ニュートラルを使っちゃいけないんでしょ。それじゃあ何のためにやるの？一つは車が動かなくなった時に、車を押して移動させたり、引っ張ってもらう時のためだな。もう一つは、リバースと、ドライブを切り替える時に、ニュートラルを通過させることで、トランスミッションへの負荷を軽減させる目的もあるな。安全面のことを考えて一時停止中は、ニュートラルに入れないようにするわ。六つ目に紹介するのは、車が完全に停止する前にシフト操作をしてはいけない、だ。ここでいうシフト操作とは、パーキングや、リバースに入れることだぜ。これは1秒でも早く車から降りたい時にやってしまうことがあるわ。おそらくこれも多くの人が経験済みだと思うぜ。でもこれはトランスミッションに負荷をかける原因になるからやってはいけないんだ。確かトランスミッション交換は数十万円コースだったわね。余計な出費を出さないためにも、完全に停止してからシフト操作をするわ。ああ。さっきも言ったけど、一呼吸置いてからの操作で、トランスミッションへの負荷は避けられるからな。
これは徹底してほしいぜ。ちなみに最近の車には速度センサーがついていて、車が動いている時は、パーキングに入れられないようになっている場合もあるみたいだな。そこまでするっていうことは、トランスミッションへの負荷は相当なものなのね。実は気になってこの点についても調べてみたんだ。すると愛信、AW のエンジニアが解説している記事を見つけたんだ。愛信、AW ってどんな会社なの？オートマトランスミッションの世界シェア1位の実績があり、自動車部品メーカーで唯一ハイブリッドシステムの製品化、販売を行っている国内大手のサプライヤーだ。オートマを熟知したプロってことね。それでどんな見解だったの？車庫入れ程度の速度で変速しても、壊れるほど柔ではない、とのことだ。その理由として、オートマ内部のクラッチやブレーキを制御しながら、プラネタリーギアの回転方向を変えて、リバースと、ドライブのギアチェンジを行っているからみたいだぜ。プロがそう言うなら一安心ね。なんとなく分かってはいたけど、トランスミッションがそんなにひ弱だったら、故障者だらけになりそうだからね。さらに万が一、車が完全に停止する前にシフト操作をしても、アクセルを踏まなければ負荷は小さいから問題ないと考えているようだぜ。大切なことだから覚えておきます。マリサ先生、次のやってはいけないことは何ですか？7つ目は駐車するときにサイドブレーキを使わない、だ。ちょっと待って。駐車するときにサイドブレーキを使わないのは普通じゃないの？もしかするとサイドブレーキを使っていない人は多いかもしれないな。実際、パーキングに入れておけば車は動かないからな。それじゃあどうしてサイドブレーキを使わないといけないの？この理由を説明するにも、パーキングの時の仕組みを知っていた方がいいから簡単に解説するぜ。よろしくね。パーキングに入れると車が動かなくなる理由は、パーキングロックポールと呼ばれる爪を専用のギアに引っ掛けているからなんだ。つまり爪がギアに引っ掛かっていると車は動かない、爪が引っ掛かっていないと車は動くという仕組みだな。意外と単純な仕組みなのね。ああ。だから平地で車を停車させる場合は、爪がギアに問題なく引っ掛かるし、パーキングロックポールにかかる負担は少ないんだけど、坂道に車を停車させる場合は状況が少し変わってくるんだ。どういう違いがあるの？坂道に停車させるということは、車が前か後ろどちらかに傾いて止まっているよな。そうするとパーキングロックポールにかかる負荷はどうなると思う？平地に止めている時より負荷がかかるわね。そうだな。じゃあ負荷がかかっている状態から、ドライブに入れようとすると、どうなるかな？パーキングロックポールとギアがしっかり噛み合っているから、切り離すのが大変になるわ。正解だ。ギアを切り離すのが大変ということは、それだけ負荷がかかっていることになるよな。この負荷がパーキングロックポールを摩耗させる原因になるんだ。そして摩耗し続けるとギアと上手に噛み合わなくなり、パーキングに入れているのに、車が動き出す可能性もあるから危ないんだぜ。それは恐ろしいわ。それじゃあ坂道に止めるときはどうすればいいのよ。サイドブレーキを使うんだ。あ、そうだったわ。今解説してくれているのは、駐車するときにサイドブレーキを使わないのはいけないってことだったわね。でもこのときに注意してほしいのが、サイドブレーキを使うタイミングなんだ。霊夢はどのタイミングでサイドブレーキを使うのが正しいかわかるか。パーキングロックポールに負荷がかかるのは、ギアと噛み合わさる力が強くなった時だから、負荷がかかる前、つまり、パーキングに入れてブレーキを離す前かしら。素晴らしい。その通りなんだ。逆に言うと、パーキングに入れてもブレーキを離してしまうと、車が若干動いてしまうってことなんだ。そうそう。上り坂に車を駐車した時、パーキングに入れた後にブレーキを離したら、車が後ろに動き出したからヒヤッとしたのを思い出したわ。やっぱり経験済みだったか。もしこの時後ろの車との距離がなかったら、ぶつかる可能性もあるよな。だから坂道では、パーキングに入れてブレーキを離す前にサイドブレーキを使うのが鉄則なんだぜ。そうね。でもこれだと平地に駐車する場合は、サイドブレーキを使わなくても良さそうね。確かにそう思うかもしれないけど、パーキングに入れたからといって車が1ミリも動かない可能性はゼロではないよな。平地に見えても若干の傾斜がある場合もあるしな。そう言われると動かない可能性はゼロではないわね。さらに万が一駐車中に追突事故などにあった場合、パーキングのみだと衝撃で車が動く可能性もある。でもサイドブレーキを使っていると車が動かない、あるいは動く距離を最小限に抑えられるから、二次災害も避けられるかもしれないぜ。安全面も考えると、どんな場所でもサイドブレーキを使った方がいいってことね。車を駐車させるというつながりで、やってはいけないことがもう一つあるんだ。それは、車止めにタイヤをぶつけたまま放置してはいけない、だ。車止めにタイヤをぶつけて駐車させるのって基本じゃないの？ああ、基本だぜ。でもここで言っているのは、タイヤをぶつけたまま駐車させないっていうことなんだ。どうしてそれがいけないの？簡単に言うと、タイヤやサスペンション、特に衝撃を和らげるブッシュというゴム製の部品に負担がかかってしまうからなんだ。ブッシュってそんなに衝撃に弱いの？ゴムには力を加えると変形し、力を除去すると元の形に戻る特性があるんだけど、繰り返し負荷を与えることによってダメージが蓄積されてしまい、劣化を早める原因になるんだ。なるほど。でもどうして負荷がかかるの？ただ止めているだけなのに。
これはさっき説明した、坂道で車を止める状況と似ているんだ。勢いよく車止めにぶつかると、車止めに少し乗り上げる形で車が停車することになるな。すると想定外の負荷がタイヤやサスペンションにかかることになり、劣化を早めてしまうんだぜ。そしたら車止めに乗り上げないように、ゆっくりぶつければいいのね。ああ、その方がいいな。その場合短時間であれば問題ないんだけど、数日間も放置する場合はタイヤが変形する場合もあるから、車止めにぶつけたままの状態は避けた方がいいぜ。車止めにぶつけないように駐車させるコツとかがあるとすぐに実践できるんだけどな。コツっていうほどでもないけどいい方法があるぜ。車止めにぶつけて車が止まった後すぐに、パーキングに入れるんじゃなくて一度、ニュートラルに入れ上げるんだ。こうすることで、もし車止めにタイヤが乗っていてもタイヤは車止めから離れるから、タイヤに負荷がかかっていない状態を作れるんだぜ。なるほど。タイヤ止めにぶつけた後に、ニュートラルに入れて、余分な負荷がかからないようにしてから、パーキングに入れ、その後にサイドブレーキを使うのね。バッチリだな。少し面倒に感じるかもしれないけど、数秒で終わることだから慣れるし、愛車への負担を減らすことができるからぜひ実践してくれ。そうするわ。それじゃあ次のやってはいけないことも教えてもらえる。次に解説するのは、仮走行した車の ATF を一度に全て交換する、だ。おっと。ちょっと難しそうな話題ね。そんなことないぜ。ATF は冒頭部分で少し触れたけど、トランスミッションの中に入っているオイルのことだったな。そして仮走行車の場合はこのオイルを一度に全て交換してはいけないっていう話なんだ。仮走行車っていうのは何キロくらい走っている車なの？一般的には10万キロ以上のことを指すな。それじゃあ ATF の交換頻度ってどれくらいなの？実は各メーカーによって交換目安が全然違うんだ。例えばスバルやスズキだと4万キロごとの交換だけど、ホンダは6万キロごと、トヨタは10万キロごとっていう具合だぜ。ちなみにカー用品店などでは2から3万キロの交換を推奨しているみたいだな。随分とバラバラなのね。それで ATF を一度に交換してはいけない理由っていうのは何？仮走行車のトランスミッション内には、長い年月をかけて蓄積されてきた汚れやゴミがたくさんあるんだ。それらは ATF の交換によって取り除くことができるんだけど、一気に取り除くと目詰まりを起こして不具合が起きる可能性があるんだぜ。本来は汚れやゴミがたくさん溜まる前に ATF を交換するから問題ないけど、仮走行車は定期的に ATF が交換されているわけじゃないから、たくさん溜まっているのね。ああ。さらに ATF にはトランスミッションを洗浄する役割もあるんだけど、新しい ATF は洗浄力も高いから、トランスミッションに溜まった汚れを一気に剥がしてしまうんだ。一気に剥がれるって聞こえはいいけど、それが逆にトラブルの元になるのね。そうなんだ。トランスミッション内の油炉は細い迷路のような形状をしているから、汚れやゴミが一気に剥がれると細い油炉に詰まってしまうんだ。そういうことね。それじゃあ仮走行車の ATF は交換しない方がいいの？いや、交換しないとどんどん汚れやゴミが溜まっていくし、潤滑油としての役目を果たさなくなるんだ。そうすると、燃費が悪くなる、ギアが入りにくくなる、変速ショックが大きくなる、などの不具合が起きるから、交換した方がいいぜ。ATF って普段気にすることはないけど、トランスミッションを保護する大切なオイルなのね。ああ。ちなみに仮走行車で ATF を交換する場合は、交換方法や交換時期などを業者に確認してから行うと、万が一のトラブルを避けられるから安心だな。わかりました。次のやってはいけないことは何？ガソリンが少ないまま放置してはいけない、だ。これってオートマ車っていうよりも、どの車にも当てはまるよね。そこは気にしないでくれ。オートマ車にも当てはまるという意味で取り上げたぜ。具体的に、ガソリンが少ない状態ってどれくらいの残量のことなの？エンプティランプが点灯するくらいだな。車種によって違うけど、だいたい5から10リットルぐらいのままにしておくと危険なんだ。お金がない時はエンプティランプがついてからもしばらく乗って、そろそろやばいと思ったら1000円だけ給油してっていうのを繰り返す人がいるのを聞いたことがあるわ。でもどうしてこれが危険なの？ガソリンが少ないと燃料ポンプが空気を吸い込んで、モーターに負担をかけることになったり、燃料ポンプが動かなくなって、ガソリンを吸い込めなくなる可能性もあるんだ。それは大変だわ。これだけではなく、ガソリンが入っていないと燃料タンク内に霜が降りて水分が溜まりやすくなり、タンク内が錆びる原因にもなるんだ。さらに錆がタンク内に落ちると、燃料ポンプが詰まるなどの不具合も起きてしまうんだぜ。てっきりガソリンが入っていない方が車重が軽くなって燃費も良くなると思ってたけど、不具合の原因にもなるなら、やめた方がいいわね。ああ。仮にガソリン50リットルを補給しても重量的には 40kg 弱増えるだけだし、燃費換算すると約 2-3% しか向上しないんだ。だからガソリンタンクを空にしておくメリットとは考えにくいぜ。ガソリンは満タンが一番ってことね。この解説ではオートマ車でやってはいけない10のことをまとめたけど、いろいろと発見があったんじゃないか。たくさんあったわ。無意識のうちに、やってはいけないことをやっていたことが分かったし、間違った情報を信じて車に余計な負荷をかけていたことも分かったから、これから気をつけていきたいわ。そうだな。
一つ一つは細かいことでも、長い目で見れば愛車を大切に扱うことになるから、自分の運転を思い起こし、実践してほしいぜ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、